というところでちょっと早速始めていこうと思っています。旅女さんですね。ちょっと今日はあの上から、あ、ごめんなさい、店、あの店が3つ持ってきたんですけど、もう結構僕の中ではあのすごく去年ね、あのフリーペーパー大賞であったり SFF とかですごくね、あの賞取ったりで大活躍じゃないかなと思うんですけど、ちょっと今日 どなたに振ればいいかちょっとわからないままであれですけど、改めてこのフリーペーパーのあの、前のこう自己紹介的な活動紹介というのがあれば教えていただきたいなと思うんですが、どなたかお願いしてよろしいでしょうか。なんか、うわ、なんか顔が逆になっちゃった。はい、しました、ね、どういたしましょう。どうなったかお伺いされますか。渡辺の方から旅以上の相談ですか。お願いします。はい、旅以上創刊されたのは今年で10年目なので、まあ10年以上前ぐらいに創刊の方が男性だったんですけど、この方が、はい、旅をしてる時に一人旅をしている女の子に会って、でその創刊された男性が持たれてたその一人旅の女の子のイメージが結構男性的でゴツゴツした感じっていうイメージだったんですけど、その出会った女の子がその結構ふわふわしてて可愛らしい感じだったそうで、そういう女の子にもっと一人旅を広めたいっていう思いで創刊したそうです。知らなかった。いや、なんか男性からなんですね。てっきり僕はあの女性の方が始めたんだと勝手に思ってたんですけど、まあ、なんか旅のなんか恋を感じるところから始まったんですね。あの、なんか僕たまたまあのツイッターちょっと流れてきていたあの中村さんですかね、前の方ですかね、なんかちょっとインタビュー読んでて、はい、そこも拝見させてもらったんですけど、やっぱりあの確かこの、この号ですね、この号かな、次の号かな、ああごめんなさい、次の号だ、次のこれで今ね、あの終わられて今回が新しいメンバーになっているのかなと思うんですが、その新しい体制でこうなんかこうやってみたいなと思ってるようなこととかってあります？やっぱり10年目って一つの区切りのような気がしていて、多分区切り号だったと思うんですけど、まあ、いい意味であの新しいことができるっていう感じのタイミングでもあると思うんですけど、そういったことってあの渡辺さん考えておられたりとかします？ですか。そうですね、10年目、そうですね、今回の関東でその10周年ということで記念特集を組んでるんですけど、結構それが何でしょうか、10周年の集大成っていう感じで、で今年に入ってからはそうですね、まだあんまり旅に行けてないメンバーが多いので、まだできることはまだ模索中なんですけど、この10周年っていうことでやっぱり、あとは SNS とか、あの私 SNS 班っていう班に所属してるんですけど、ここでやっぱり結構みんな家にいてスマホとかパソコンを見てる人が多いので、ここで更新頻度増やしたり、あとは旅以上のホームページとか結構いろいろ今アップデートして変えているので、そういうところに私は力を入れてる感じですね。はい、まあ今回学生団体のフリーペーパーがフリーペーパー発行する学生団体の方とは何団体かお話を聞いてきたんですけど、割と影響を受けている中で、まあそのオンラインね、今日みたいな、ズームみたいな形で、離れてもこう編集作業とかやってるから問題ないってことをお話しする一方で、やっぱりまあ活動には影響を受けてるので、これを機会に、SNS とかオンラインでこう発信していくってことを結構やっていこうっていう話があって、非常にそれはよくわかるかなと思ったりするところがあったりとかします。で、そんなところで、いや、僕あれですよ、渡辺さんだけはこう、他の方もフォローしてくださいね、あれなんですけど、はい、まあ、お互い初対面というところありますけども、そうですね、なんか、1万部って割と発行部数においては多い気もするし、ちょっとインタビューを見てる中では、でもやっぱり人数が15人程度で少なくて、スポンサーとかそういった面でご苦労されてるみたいなお話がちょっとあったりとか、
あとこう結構あの女の子一人旅っていう形でこう入ってみると意外と地道な作業が辛いみたいなことをちょっとこう、まあ、中村さんがおっしゃったことをちょっと言ってるんですけど、なんか実際にこの関わってみてそのご苦労されてること、まあ、それってちょっとネガティブな発言になっちゃうので、もしくはこうやりがいみたいなものですね、なんかそういったものってあったりとかします？こう旅以上関わってみてなんかあこれすごい楽しいみたいなのと、逆にちょっと意外となんかこう辛いなっていうのがあれば教えてもらう。どうだったらいいですよ。はい。じゃあ私から話しますね。佐藤です。よろしくお願いします。そうですね。結構今おっしゃったみたいに入ってみると営業だったりとかそういう、まあ、お金を集めてデザイン考えてってところ全部自分たちでやってるので、こう最初思い描いていたようななんて言うんだろう、ドラマ的な華やかさは確かにあんまりなかったんですけど、でもやっぱり私は前号でこの最新号の方で、アプリを紹介する記事を書かせてもらいまして、何ページかな、13ページ14ページの上海弾丸一人旅っていうページでストーリーライターさんっていうアプリを紹介する記事を担当いたしまして、でそこで初めてこう自分が楽しむだけじゃなくて他の人に楽しんでもらうためにどう伝えればいいかなっていう観点から、自分の旅の思い出を振り返ったりだとか、こういうアプリの使い方とかもそうですね、伝え方っていう部分ではすごく勉強になりましたね。であとこの記事もそうなんですけれども、やっぱりスポンサーさんからお金をいただいて、広告を、この記事も一応広告なんで広告記事にはなるんですけど、旅以上のモットーとしていわゆる準広告をゼロ打たないっていうことを一つのモットーにしてまして、例えば体験の記事だったりとかそういったもので、サービスの魅力を紹介するような形にしてまして、そこも一つ私たちの工夫の一つかなっていうところで、企業さんの方にもアピールポイントとしてお伝えしているところであります。そうですか。そうなんですね。なんか全然それすら気づかずに読んでた僕がそうですね、営業とかするときも向こうの方に旅以上のアピールポイントとして単純な広告だけじゃなくてレポートだったりとかもっと分かりやすくでユーザー目線な広告記事を書けるようにしてますってのをお伝えしてやらせていただいてるんで、そこは一つこだわってるところではあります。なんか大学生のフリーペーパーだと結構ね、分かりやすくキャンパスの近くの飲食店の広告って形で撮ってるのもあるので、まあ、そういうの比較すると確かに全然気づかないところだなと思って、すいません、はい、素直にへーってかちょっとありがとうございます。そうなんですね。はい。どうですか、そういった広告を取る上において割と発行するだけじゃなくてその、いわゆるこうマーケティングというかその実際に発行してみた上での、反応っていうものをなんかこう、まあ、なんだろう、回収したりとかっていう工夫とかってやっぱされたりしてるんですか、こう営業とか。ですね、迷子を一応読者アンケートっていう形は実施していますし、SNS の方、インスタとかツイッターの方でも、まあ、ちょっとしたアンケートとかを実施して、で、その結果をやっぱり営業に活かせるような形で共有したりとかフィードバックっていうのはしてますね。ただやっぱりフリーペーパーっていう形でやってるので、私たちがどれだけその読者さんに届いているのかっていうのを正確に測ることはまあちょっと難しい部分でもある、フリーペーパー全体の課題ではあると思うんですけれども、そういうところはしっかりこれからも工夫して、で、旅以上の読者としてはやっぱり旅好きの女子大生が多いというところで、で、企業さんの方でもそういうところの層に届くことを期待して、広告を打ってくださると思うので、これからもそういった声を吸い上げて、紙面に生かしたり、SNS の上に生かしたりっていう努力は続けていきたいなとは思ってます。本当になんか旅っていうと今えらいことになってしまってそうですね、航空会社大丈夫かってくらいなんかタイの航空会社が潰れたとか、なんか、うん、昨日そうなんか、ね、いますね。
すごい大変だけど、まあ、やっぱりでもニーズはすごくあると思うし、まあ、あのリバウンドっていうか戻ってくるとは思うので、まあ、耐え時なのかなと思ったりもするんですけど、そうですね、なんかちょっとこれは脱線かもしれないんですけど、あのちょっと慶応大学であのバックパッカーさんってフリーペーパーご覧になって、はい、あの、あそことかってどうなんですか？いや、どうってあの、そのあれですよ、変な意味じゃなくて、あそこもちょっと僕、うちに置いてあるんですけど、やっぱすごく旅行ってみに意識してるなと思ったんですけど、うん、なんかやっぱりあの見たりすることがあるんですかね、交流とか。これもちょっと脱線話ですけど。そうですね、あの、今週はチェックさせてもらってますし、SNS の方も、それぞれ多分チェックして意識はしつつっていうところではあるんですけど、あと私は個人的にバックパッカーの方と同じイベントに、鳥取の魅力をちょっとこう吸い上げようみたいなイベントの方で、まあパネラーっていうか形で一緒に参加させてもらって、で旅所とはまたちょっとしたスタンスの違いは、まあ、紙面の形としてはあれど、同じ旅好きの大学生としていい影響を与え合ってるかなっていう、まあ、そんなあのライバルとしてガチガチに意識してるわけじゃないんですけどっていうのはありますね。なんかあのあれです、 なぜ名前出したかっていうと、意外とあの学生さんのフリーペーパー、特に関西のやつはうち結構来てるんですけど、あの割と旅行結構外向きっていうか、なんかそういうフリーペーパーが意外と少ないので、なんかちょっとパッと浮かぶのがそれだったっていうのがあるんですけど、ただまああの本当に、まあ、私はもうだいぶ、まあ、あの学生では学生に卒業してだいぶ長いですけど、やっぱり旅っていうのは本当にね、なんかあの旅以上さんの編集部の方は皆さんご存知の通りすごく刺激的というか学ぶことがあるので、なんかこういうフリーペーパーが増えたらいいなっていう意味で、あの本当に応援しているところがあるので、あのぜひ頑張ってほしいなというふうに思っています。で、まあ、そんなところで、あとまあ2つぐらいちょっと僕の方から質問してるってところなんですけど、そうですね、あの女の子の一人旅っていうところをコンセプトにまあされていると思うし、まあ、それがちょっと男性から始まったのはちょっと僕びっくりしたんですけど、やっぱり編集部の方っていうのは、あ、これちょっとすごく単純な質問かもしれないですけど、やっぱり皆さん旅好きっていうような、なんかこう共通点ってやっぱあるんですかね、入ってくるときっていうの。そうですね、ありますね。結構旅好きがメインで入ってくる人が多くて、と学生団体のフリーペーパーだとフリーペーパーを作りたいって人が結構多くて、それでフリーペーパーを発行してることもあると思うんですけど、私たちは結構旅好きっていうのが多くて、そうですね、フリーペーパーが好きで入ってきてくれた子と旅好きが好きで入ってきてくれた子、大体半々ぐらいで活動してますね。はい。なんかあの海外派と国内派がいるのかなっていつも紙面見ながら思ってて、なんかあの結構まあ僕的にもすごく楽しませていただいているところがあったりとかします。はい、で、あのまあそれとまあ最後ぐらいになってきますけど、あのまあというわけで10年目を超えて、あのこれからの旅以上っていうところで、ちょっとさっきの質問と被るところがあるんですけど、あの今日は3人の方が来られているので、ちょっとまああの今はねちょっと影響ある状況ではあるんですけど。ちょっとこういうの私やってみたいっていうのがあれば、まあ、渡辺さん以外のでもいいと思うんですけど、なんかお話いただけたらなというふうに思います。じゃあちょっと私から、今回旅以上20号なんですけど、これなんですけど、の裏表紙を開けていただくとこうつながってるんですね。おで、女の子のこっち側の短い部分が今まで、それでこれから女の子が向いてる方がこれからっていうのをイメージして作っています。でなのでこれからのここがだいたい10年なんですね。なのでだいたいあと30年ぐらいは続けたいなっていう。すいません、今気づきました。そういうことだ。まあデザイナーの方だと思うんですけど、あ、そういうことなんですね。 ありがとうございます、はい、今気づきました。あのどこかで僕が代わりに説明します。ありがとうございます。で、旅以上の新しい取り組みとしてはですね、ベースっていう、という、自分たちで、なんて言うんですよね、ショップ、ネット上のショップを作れるっていうサイトを使って、旅以上のお土産お裾分けショップっていうのを開設しまして、で、私たちが結構
意見に出てたんですよ。ショップをやりたいとか、お土産をいろんな国から集めてきて販売したいっていうのがあって、で、それを新しく始めたので、これからどんどん広げていければなと思ってます。あ、いいですね。はい、はい、ぜひぜひ。あの、結構割とあのみんなオンラインに、オンラインでこう通販とかすごく今はね、あの強制的に慣れているので、すごくマーケットというかニーズがあるんじゃないかなと思うので、ぜひやっていただけたら、あの、楽しみにしております。ありがとうございます。まあ、どうしましょう。もう一人の方はどうされます、お話しされます。あ、大丈夫ですね。はい、で、そうですね、あと、僕の最後の質問が終わったら、あの、川口さんに質問してもらおうという前振りを振ってあれなんですけど、そうですね、なんかあの旅所的な質問で、あの、もう一回改めてってとこあるんですけど、あの、すごくストレートな質問であれなんですが、あの、今まで行ってよかった国とか場所、まあ、日本でもいいんですけど、そういったものがあれば教えてもらっていいですか？あの、個人の話で全然いいと思います。まあ、もしくは、まあ、女の子一人で行くんだ、ここがいいって改めて思う場所とかあったりします？じゃあ、渡辺の方から順番に行きます。私から、そうですね。私、一人旅は、海外はちょっとまだ実は行ったことがなくて、さっき海外派、国内派ってあったんです。私はどっちかっていうと国内派かなって今のところは思ってるんですけど、そうですね、思い出に残ってるのは、今年の3月に京都に行ったんですけど、京都が結構、あ、一人旅に、4泊5日で行って、で、そこで初めて、今まで泊まるホテルとかってビジネスホテルとか旅館とかだったんですけど、初めてそういうゲストハウスに泊まって、なんかすごい一人旅に優しくて、なんか一人だとやっぱ声かけてもらえるし、なんかちょっとご飯とかもサービスしてもらえたりして、なんかそこでやっぱ一人旅の楽しさを再認識したというか、あと京都自体もすごい見るところがたくさんあって思い出に残ってます。関西人としても嬉しいです。なんかあの、渡辺さんはなんかこれからこう旅人として成長していくような感じの、あの、しますね。なんか今、ちょっと余裕しながら買っていかれます。ありがとうございます。どうしようか。じゃあ、はい、私から、はい、次。おすすめのってか、思い出に残ってるのは、今ちょっと大変なことになっちゃってるんですけど、アメリカのニューヨークに、ちょうど1年ちょっとぐらい前に行ったんですけど、そこがやっぱりこう世界中の人があのタイムズスクエアの交差点に集まってるところとか、あとミュージカルを本場で見てみたくて行ってみたんですけど、その本場のミュージカルのあの言葉を超える英語あんまり分かんないのにすごく楽しめるあの魅力だったりとか、世界中の人があそこを目指して集まってきてるあの熱量みたいなのに最初ちょっと圧倒されたんですけど、でもやっぱりそのエネルギーは行ってみなきゃ感じることが、映像では感じることができないものでしたし、それがきっかけでまたいろんなところに行ってみたいなって思える、世界中いろんなところでこういうエネルギッシュな体験をしてみたいなって思える時間だったので、今ロックダウン中ですけど、またあのタイムズスクエアににぎわいが戻ったら行きたいなって思ってます。なんかあの、やっぱりね、年末カウントダウンでニューヨークとかすごい憧れるし、うん、あの、ちょっとあの、僕の友達なんですけど、そういう世界一周系の学生サークルやってる男の子が、同じようにそのニューヨークでいろんなエンタメに触れて、今はこう、人を動かすのはエンタメだって形でこう国内で動いている、あのチャンバラ合戦戦っていうことやってる。そうなんです。行き島っていうんですけど、なんかちょっとその人のことと同じようなこと言ってるなっていう意味ではすごくよくわかる気がします。ありがとうございます。そうなんです。どうでしょうか。続いて私から失礼します。私はおすすめしたい場所は、特に女の子の一人旅におすすめしたいんですけど、今年の2月と3月に1ヶ月間行ったベトナム
がとてもおすすめしたいと思います。で、理由はすごいたくさんあって、私がベトナムを好きな理由が食べ物が美味しいとか可愛いカフェがたくさんあるとかなんですけど、まず物価がすごい安いっていうのが一人旅に出たことない女の子でも行きやすいっていうのがポイントですね。あと日本人ゲストハウスが、日本人がオーナーのゲストハウスがあったりとか、私が行ったのがホーチミンとダナン、ハノイって3都市全部行ったんですけど、それぞれ違う魅力があって、ホーチミンだったら、なんて言うんですかね、ローカルな感じの下町って言うんですかね、市場とか、そういうのがすごい多くて、ダナンだったらとビーチ沿いとか、もうリゾートみたいな感じですごい楽しくて、ハノイだったらすごい可愛いカフェとか雑貨がたくさんあって、それぞれ違う楽しみができるので、女の子の一人旅におすすめしたいです。ベトナム、僕何回か行こうと指が動いて行けてないんですけど、確かリトルフランスとかでね、フランスの植民地とかでしたよね。で、結構可愛らしいというか、そういう折衷的なところがあるって聞いてるんで、行きたいな、なんか今思いました。ありがとうございます。